こんばんは、真相の火曜日、キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。本当にそういう意味ではね、はい、お父さんなんですよ。日本のナショナルチーム、今活躍してるプロの人たちから見ても、うんうん、まあ、長年のアマチュアやってるから、下に来たアマチュアはみんなどんどんプロになっていく、うん、それで田村さんは、堅くなるまでにアマチュアを守り続けてると、うん、そうですね。これはさっき西谷さんも聞きましたけど、はい、アマチュア正直って損ですよね、これは。まあ損っていうまあこともないんですけど、一応まあもう仕事があってね、うん、まあなんとか生活ができるようになってるんで、今もお仕事は続けてらっしゃると思うんですよね。それがまあ本当にね、なんかなくなればね、生きていくんでなんか考えなきゃいけないのかもわからないですけど、まあ今のところはそのどうにかなってますしね、結局昔本当に体力もないからプロになるつもりは全くなかったんですけど、もしなるんだったらね、一番にならないと意味ないなと思ったんですよね。なるほど。2番3番でもあんまり意味ないかなと。だから僕の中でその1番になる自信はなかったね。そこまでの賭けというか、そういうことをするつもりは全くなくて、最終的にはその日本人の体型よりも欧米人の人とかそっちの方の選手が大きくなったりとか、体力的なこともまあ一つはあると思うんですけど、やっぱり日本でそのジュニアで世界ジュニア勝ったっていう、うん、結構若い時はゴルフ一生懸命やってね、ただ逆に言うとゴルフしかやってないんですよね、評価もどうかなとは思うんですけども、うん、ただまあ昔はアマチュアっていうのは、まあ、さっき言いましたけど社会人の方が割と大半で、うん、ジュニアの方が比率的に少なかったんですよね、うん、今その日本アマなんかに限ってはその社会人の方がほとんど少なくてジュニアばっかりになってきたんで、まだこう世間的にこう何もよく分かってないジュニアがね、そういうアマチュア競技出ていくと、やっぱりちょっとおかしな方向にねこう行ってるっていうところもちょっとあって、そういう意味でそのアマチュアの威厳みたいなところがねちょっと落ちてきてるかなっていう、そういうところは今から心配なところでもありますよね。ジュニアが出てきてすごくゴルフのアマチュアゴルフのレベルがこう上がっていく、まあシードは彼らがプロになっていく、プロのレベルも上がっていくっていうことはいいんだけども、そのアマチュアゴルフっていう威厳っていうか、そういう辺がね、うん、こうおかしな方向に行ってるかなっていうのもちょっとあってね、うん、そこは非常にちょっと危惧してるところですけど、ね、アマチュアでもね強くてそして価値はいいんだと、私たちは将来プロになるんかなって人たちが来るのと、ゴルフの伝統と文化を守ってマナーとかそういうしきたりを守りながらやるアマチュアっていうのはちょっとね二分化してるっていうより、むしろ後者の方がだんだんね減っていくのは、私自身もゴルフ歴